OK、 OK ですか。あ、ベトナムの皆さんこんにちは。日本人サッカーの市川拓司の息子でタケルと言います。よろしくお願いいたします。父が、なかなかベトナムに来れないので僕が代わりに来ました。で、父から手紙を預かっていますので、代読をいたします。ニャナム様、そしてベトナムの皆さんへ、僕の小説をベトナムで翻訳出版してくださっていること心から感謝しております。ありがとうございます。僕は物語の力を信じています。物語が十分に力を持てば世界も変えられると。物語には政治や教育にはない、感情があります。それが人々を動かす。今の世界はあまねく差別や排他主義、暴力や憎しみに覆われています。愛や優しさ、寛容、人間の多様性を僕は書き続けますけれど、どれだけ言葉を尽くして物語を紡いでもそれが世界中の読者に読んでもらえないのではただの独り言になってしまいます。物語が力を持つためには作家だけでなく多くの方たちの力添えが必要です。どうぞこれからもよろしくお願いいたします。市川拓司、2017年5月3日代読させていただきました。父はまだね、その飛行機とか、まあ、電車とかにも乗れないので、これからどんどんこう訓練していつかベトナムに連れてきて、でその時は皆さんとこうお話ができたりすればいいなと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今連れて行きますありがとうございます